呪われた新聞。ダメだ、触るな。僕が部室の片付けをしていたら、突然日野先輩に怒鳴られました。それで思わず手にしていた木箱を落としてしまったのです。かなり年季の入った木箱は相当傷んでいたのか、床に落ちると同時に試算しました。幸い中身は数枚の紙切れだったため、被害は箱だけで済んだようです。日野先輩は慌てて僕の元に駆け寄ってくると、もはや修復の効かない箱だったものに目を落とし、ため息を漏らしました。中身よりもこの箱が大事だったということでしょうか。僕が出過ぎた真似をしたばっかりに、先輩に迷惑をかけてしまいました。僕はうつむいたまま、蚊の鳴くようなか細い声で謝りました。すいません。謝りがてら、ちらりと日野先輩に目を向けると、先輩は今までに見せたことのないような怖い目で床をにらみつけていました。僕は自分の考えが及びもしないほどに大変なことをしてしまったのだと、改めて深く反省しました。そして、早く片付けてしまおうと腰をかがめ、床に手を伸ばした途端、触るな！先ほどよりも一層激しい口調を背中に浴びせかけられました。僕は思わず身をすくめ、伸ばした手を急いで引っ込めました。僕は自分のした失敗を償うこともできず、どうしたらいいのかわからなくて動けませんでした。僕を戒めた日野先輩は、自分で片付けるのかというと、決してそうするわけでもなく、腕を組み床を睨んだまま仁王立ちしています。坂上、ちょっと座れ。そう促され、僕は部屋の中央に置かれた長テーブルを挟んで、先輩と向かい合わせに座りました。正直、顔を上げるのが怖くて、先輩の表情を盗み見しましたが、先ほどよりは、幾分怒りが収まっているようでした。それでも、やはり僕は顔を上げるのが怖く、縮こまってうつむいていました。長々しいため息をつくと、先輩は頭を抱え込みました。僕は、どう声をかけていいかわからず、おとなしく黙っていました。なんと一分一秒が長く感じられたことでしょう。恐ろしく長い沈黙が流れた後、先輩はやっと口を開いてくれました。坂上、お前、呪われた新聞の噂を聞いたことないか。突然の言葉に僕は一瞬ためらいを感じました。どんな小言を言われるのかとビクビクしていたら、先輩は唐突に何を言い出すのでしょうか。それとも何か僕を試しているのでしょうか。でもその言葉からは真意など読み取れるはずもありません。だから僕は正直に答えました。いえ、知りません。うつむいていても先輩の痛い視線はわかります。仕方なく僕はゆっくりと顔を上げました。どうせ睨まれるのなら、どこを見ていても同じですから。うちの学校の歴史は古いんだ。もう100年以上の歴史がある。そして、新聞部の歴史も古い。50年以上の歴史を持つ、由緒ある部活動なんだぜ。そう切り出すと、先輩は新聞部の歴史を淡々と語り始めました。今でこそ地味で人気のないクラブだけれど、昔は華やかで、生徒たちが授業を心待ちにするほど人気の高い学校新聞だったことを説いてくれました。それでな、坂上、50年以上前ってどんな時代だったかわかるか。戦争だよ。第二次世界大戦だ。鳴神学園は第二次世界大戦を生き抜いた学校なのさ。そしてその歴史を新聞部は共に生き抜き記録してきたのさ。第二次世界大戦。僕が生まれた時はそんな戦争の傷跡は垣間見えもせず、おじいちゃんやおばあちゃんが過去の悲劇として自分たちの体験談を話してくれる程度でした。ですから悲惨な体験談を聞いても怖いとは思えども、
正直ピンとこないのが現実でした。戦時中は満足にお米を食べることもままならず、芋や大根をふかしたものばかりを食べていたこと、そしてそれさえもがごちそうだったこと。日本が敗戦すると食料事情は一層厳しくなり、闇市などで売られる野菜くずと得体の知れない肉が入った汁をすすったり、犬や猫やネズミを焼いた焼き肉を食べたり、生きること自体が必死だったと聞かされました。子供たちはアメリカ兵がくれるガムやチョコレートをもらうのが大変な楽しみで、それこそ手に入れるために殴り合いの喧嘩になったそうです。そんな時代に我が新聞部はどんな活動をしていたというのでしょうか。そんな時代でも新聞部は活動を行っていたそうです。しかし戦時中は日本をたたえ敵国を批判する記事に終始し、およそそれは学校新聞とは呼べない内容だったそうです。事実、学校の施設は陸軍の管轄下に置かれ、刷られた印刷物は内容はおろか言葉遣い一つ一つまでも入念にチェックされたそうです。敗戦したら下で、高価な印刷機などは学校から取り除かれ、生き残った新聞部員たちは捨てられた藁版紙と消し墨で新聞のようなものを作っていたということでした。そこまでして新聞にこだわった当時の先輩たちの心意気を語る日野先輩は嬉しそうでしたが、突然表情を険しくすると声を押し殺してささやきました。その当時、一人の新聞部員が書いた新聞が人を殺したんだ。え？僕は先輩が何気なく放った一言に思わず息を呑みました。戦時中、ある新聞部員が日本は負けると思っていた。当時、日本は優勢だと伝えられ、戦争の現状を知らない一般人たちには操作された情報しか入ってこず、現地を経験した兵隊以外は誰もが日本は勝つものだと信じていたんだ。でもな、なぜか日本は負けると思ったやつがいたんだよな。彼だけ特別な情報が手に入るとは思えなかったし、おそらくはただの直感だったんだろう。とにかく彼は日本が負けると信じていたのさ。しかし、そんなことを口にしたら当時の日本では大変なことになる。自分の言いたいことを何一つ口にできなかったのが当時の日本だからな。国に従ってこその美徳だったのさ。だからたとえ日本が負けると思っていた人間がいたとしても、誰一人それを口にはできなかった。しかし彼は違ったのさ。自分の思いを胃の中にしまい込むなんてことはとても我慢できなかった。だが口にすれば国に捕まり、三途の川をさまよい歩くことになる。それでどうしたか、新聞にしたのさ。当時の新聞部員だった彼は新聞に自分の思いの丈をぶちまけたんだ。一つ一つを記事形式にして心の中を新聞という形で表現したんだ。しかし憲兵と呼ばれる当時の軍事警察は優秀でな、もちろん誰かが彼の行為を密告したのかもしれない。そう思えるほど彼はあっさりと捕まってしまったんだ。そして拷問にあった。それは今の日本の法律では許されぬほど残虐で恐ろしいものだった。彼は普通の若者だったからな、そんな彼が恐ろしい拷問に耐えられるはずもない。だから彼はあっけなく喋ってしまったのさ。これからの日本がどうなっていくのかという持論をね。それは憲兵たちにとってあまりに恐ろしい話だったそうだ。なぜなら軍の上層部でも一部の人間しか知らない機密事項を知っていたどころか、これからの日本がどうなるであろうかということをさも見てきたかのように喋ったんだからな。とても彼の妄想で片付けられる話じゃなかった。なぜ彼がそんなことを知っていたのか、またこれから起きるであろうことが予測できるのかを陸軍軍医学校で詳しく調べることになった。
しかし、輸送の手配をしている途中、この学校のとある部屋で死んでしまったそうだ。あまりにひどい拷問だったんだろう。かわいそうな話だよな。結局、彼は新聞を作ったことは認めたものの、その新聞がどこにあるかは白状する前に死んでしまった。そのため、それ以上深く追及されることはなかった。たとえ新聞が見つかったとしても、被告人の書いたいたずら書きにしか見えないと判断されたってわけだ。問題は彼の能力だった。一部の機密事項を知っているだけならまだしも、いつ日本が負けるのか、それがどのような形で負けるのかまで彼は告白していた。それは妄想を超えた産物で、空想小説という表現では収められないものだったらしい。おそらく彼は予知能力を持っていたのだろう。軍はもっと早く彼の能力に気づくべきだったんだ。もし彼をうまく活用できたならば、今の日本を変えることだってできたかもしれないのにな。しかし記録は残る。そう、彼が書き残した新聞だ。彼は自分の予知を書き記した新聞を当時の親友に託していたのさ。これからの日本、そして世界がどうなっていくかが書かれた新聞をね。僕はただじっと先輩の話を聞いていました。まさかあの木箱の中身は。新聞を託された親友はその話を信じた。彼はそんな冗談を言う人間には見えなかったし、何よりも彼の瞳には真実がこもっていた。そしてそれを託した数日後、彼は帰らぬ人になったという事実が彼の話の信憑性をより強めた。親友はその新聞を読まなかった。なぜなら、この新聞を絶対に読んではならないと彼から強く念を押されていたのさ。そんな新聞を託されて彼は困った。保管するべきなのか、それとも処分するべきなのか。彼は新聞をただ託されただけで、その後どうするかは言われなかったからな。彼は思い悩んだ末、当時一番信頼していた先生に相談することにした。先生は彼の悩みを真剣に聞いてくれた。でもそれが運の尽きだったんだよ。先生は軍に内通していたのさ。当時からすればそれはごく当たり前のことだったのだろう。ほどなく彼は捕まり、その新聞は取り上げられた。しかしその時不思議なことが起こった。未来が書かれているであろう数枚の新聞を読み始めた人間たちが次々にその場で自決したのさ。ある者は銃剣を喉に突き刺し、ある者は眉間に銃口を当てて引き金を引いた。軍に告発した先生は驚き、慌ててその新聞に目を通した。そして先生もまた自決した。ただ一人取り残された彼に見せた先生の最後の表情があまりにも哀れで忘れられなかったそうだ。彼を除き、その新聞の存在を知る者はこれで誰一人いなくなってしまった。一人生き残った彼もまた、その新聞の持つ悪魔的な魅力に惹かれ、ついつい目を通してしまいそうになったが、寸でのところで自我が打ち勝ち、内容に目を通すことはなかった。果たしてこれは殺された彼の呪いなのか、それとも書かれている内容に絶望し自ら命を絶ったのか。理由はともかく、その新聞を目にした全員がその場で命を絶ったのだから、とても恐ろしい代物だ。そんな新聞はすぐに処分した方がいいに決まっている。だが彼はもう一度考えた。果たして処分すべきだろうか。ここに書かれているものは、もしかしたらこれから先に人類が生きるために必要なことが書かれているのではなかろうか。
これを読むに値しない人間が神に罰せられ命を落とすのかもしれない。だとしたらこれは呪われた新聞ではなく聖なる神の意志ではないか。そう考えればこの新聞を処分することは決して得策ではないかもしれない。彼の頭をふとそんな思いがよぎった。そして彼はその新聞を処分せずに来るべき時のために保管することにしたんだ。もうわかっただろう。話を終え、先輩は僕の目をまじまじと見つめました。僕は今さっき自分が壊した木箱に目を向けました。そう、その通りさ。お前の壊した木箱に保管されていたものが、読むと死ぬ新聞なのさ。でも、そんな大事なものが、どうして新聞部の部室なんかに無造作に置かれているんですか？木は森に隠せって言うだろう。50年前の薄汚れた手書きの学校新聞なんか誰が読む？それに、俺が知っている限りその棚を掃除しようなんて考えて、しかもご丁寧に実行したのはお前だけだ。ああ、すいません。もう先輩の顔から険しさは消えていました。今の話を聞く限り、先輩は木箱を壊したことを怒ったのではなく、何も知らない僕が間違いをしでかすのを心配しての心遣いだったのでしょう。でも、そんな恐ろしいものをこの部屋に置いておいてもいいのでしょうか。読むと死ぬ新聞を何気なく棚に入れておくなんて、まるで危険な毒薬を食卓に置いているようなものではないでしょうか。もし保管するならするで、もっと適切で安全な場所に保管するべきではないでしょうか。坂上、お前何を考え込んでいる？俺の話を聞いただろ。もしお前があの木箱の残骸を片付けようとして万が一新聞を読んでしまったら大変なことになる。あの木箱は俺が処分するからお前は帰れ。ああ、はい。僕は釈然としない思いがありましたが、ここは言われた通りおとなしく帰った方が良さそうです。僕は先輩に一礼すると新聞部の部室を後にしました。どうしよう、どうしよう。僕の胸は高鳴っていました。どうしよう、どうしよう、一体どうしよう。今にも心臓が破裂しそうです。こんな体験初めてです。だって僕のズボンのポケットには未来が描かれている新聞があるのですから。棚を片付けていると偶然見つけた薄汚れた木箱、背中で先輩の声を受け止めた時、すでに僕は箱を開けていました。そこに入っていた数枚の紙切れを手に取った時に突然怒られてしまい驚いた僕は、その中の紙を一枚思わずポケットにねじ込んでしまったのです。一体何が書かれているのでしょうか。本当に未来が書かれた新聞なんてあるのでしょうか。でも50年前に書かれた未来なわけですから、今読んだら過去の出来事しか書かれていない可能性の方が高い気がします。そして読んだものは死ぬのでしょうか。そんなことあるわけないと思っていますが、先輩の話は実に危機迫っていましたし、とてもとっさに思いついたデタラメな話とは思えませんでした。だとしたらこれは本物、そして読んだら死ぬ。あんな話は嘘だと思いつつも、心のどこかで読むことを抵抗している自分がいます。そうだ、誰かに読ませよう。その読んだ相手が死ななければ僕も読めばいいんです。誰に読まそう、誰に読ませればいいかな。坂上が出て行った新聞部の部室では、日野が懐から一通の手紙を取り出し見つめていた。数日前、俺の元に送られてきた差出人不明の謎の手紙。呪われた新聞の話は
この手紙に書かれていたものだが、果たして新聞の効果は本物なのか。俺もまだ半信半疑だが、ただのいたずらとは思えない。新聞はもともと新聞部に置かれていたわけではなく、手紙に同封されていた地図を頼りに俺が探し当てたものだ。保管場所を決めかね部室に隠していたところを偶然坂上に見つかってしまったわけだが、まったく世話が焼ける野郎だぜ坂上は。それにしても誰が何の目的で俺にこんなものを送ってきたんだ。しかしまずはこの新聞の効果が本物なのか確かめなければ話は始まらんな。さて誰にこの新聞を読ませるか。今思えばあのまま坂上に読ませてもよかったな。返して失敗だったか。日野先輩。俺は飛び上がるほど驚いた。振り向くと今さっき帰ったはずの坂上がドアの前に立ち、体を震わせ泣いていた。いや、泣きじゃくるという表現の方が適切か。どうしたんだ、何かあったのか。それがまるでガキだなこいつ。はっ。俺は坂上が手にしているものに目を留め、言葉を失った。薄汚れた一枚のわらばんし。まさかそれは。ごめんなさい日野先輩、僕誰かに新聞を読ませてみたくて、それで学校に NNK の生中継が来ていて、それでNNK 生中継。まさか坂上、お前その新聞をテレビカメラに映したのか。坂上は泣きながらうなずいた。読むと死ぬ新聞は全国ネットでテレビに映し出されたのだ。ごめんなさい。もしこの新聞が本物なら、俺は泣きじゃくる坂上をその場に残し、慌てて校庭に駆け出た。足元にはテレビ局の撮影隊と何十名という鳴神の生徒が倒れていた。そして見上げた空はまだ午後3時過ぎだというのに、夕焼けのように真っ赤に染まっていた。刹那的な騒音や悲鳴に混じり空が燃えていた。本物だったのか。俺はその場に崩れ落ち、ただ笑うしかなかった。